新たなる舞台裏、キングプリンス。橋山のダンスコラボが描き出すアートの可能性。こんにちは。エンターテインメントの舞台裏に興味をお持ちの皆さん。今回は、キングプリンスの橋山が魅力的なダンスコラボを披露し、その背後に広がるストーリーに焦点を当ててみましょう。インスタグラム上で RIEHAT8 のダンス動画を披露した橋山。 これは昨年12月20日に YGX エンターテインメントの YouTube チャンネルで公開されたラビンオンミーのダンスワークショップの一部でした。二人の息の合ったダンスはファンからキュートなフレームインアウトに対する熱い反響を呼び起こしました。橋はこの動画に対してサングラスの笑顔と毛虫の絵文字を添え、ストーリーズでは YGX の動画を紹介しています。ティアラからは、カイちゃんのダンス見てると元気になれる。 サングラス姿もかっこいい、フレームインとフレームアウトが可愛すぎるといったコメントが寄せられ、ファンの喜びが伝わってきます。しかし、このダンスコラボには、単なるパフォーマンスを超えた深い意味が込められているようです。他のメンバーたちが遭遇したトラブルやキャーンに触れながら、橋が自らの芸術表現を実現する姿勢が強調されています。アイドルとしてだけでなく、多様な分野での挑戦が期待される中、 彼がその可能性を広げていく姿勢にはファンの応援が絶えません。他のメンバーたちが遭遇したトラブルや批判に直面しながらも、橋が自らの芸術表現を追求する姿勢が強調されています。アイドルとしてだけでなく、様々な分野での挑戦が期待される中、彼の広がる可能性にファンは注目しています。彼のダンススキルの高さに対する期待が高まる一方で、このコラボがメンバーやアーティストへの理解を生む手助けになっているようです。 一部のファンは、他のメンバーやアーティストに対する理解という視点からもコラボを評価しています。対立や批判を超え、アーティストたちが新たな挑戦に向き合う姿勢を称賛する声が広がっています。橋山がこれからどのように進化し、キングプリンスとしてのアイデンティティを築いていくのか、未知の可能性が広がるその先には、ファンが胸を躍らせるような瞬間が待っていることでしょう。アーティストとファン。 そしてメンバー同士の結びつきが生み出す魅力的なストーリーにこれからも注目していきましょう。